はいどうも、ゴッドフィールドボットということで、今回も前回に引き続き謎に好評だったガチ勢がゴッドフィールド の自分のプレイ動画を見ながら解説していくという、そういう動画をお送りしていきたいと思います。よければぜひ高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速やっていきたいと思います。今回のはい、このジャンとまずハイパイを見て、もうね、ある程度上手い方であればこれは一通りしかないと、はい、天国病プラス天国病ルートですね。天国病連打っていう結構チート級のハイパイです、これは。はい、このコンボは中級者以上の方は覚えておいて損はありません。天国病を2回かければ相手は発作で死んでしまうので、そのコンボを狙っています。そして相手の最初の手札にこういう奇跡を弾けるカードだったり、ハートの貝殻でしか天国病を回復できないので、ハートの貝殻が入っている可能性というのはあまり高くはありません。おそらく 10% から、まあ、高く見積もっても 20% く程度だと思うので、この天国病コンボは非常に決まりやすいコンボであると言えます。で、ここで最初に考えなければいけないのは、両替でもう一気に、あ、相手のターンからですね。はい、もう高速で行っちゃいましたけど、でここでまず MP プラス15してるのはなぜかっていうのは、相手に買われた時が多少鬱陶しいのと、でも今回はあんまりそれは影響ないんですね。何が問題なのかというと、先ほど話しました、この 40+10+20 で、今自分の持ちポイントは70ポイントあります。で、それを両替で割り振れるんですが、後で好きなようにね。ということは、70ポイントなんですよ。で、天国病を仮に2回打つと仮定すれば、MP は30でいいわけですね。ただ、大体相手に1枚ぐらいケアがある時もあるんです。ケアカードがある時もあるんです。例えば、ハートの貝殻だったり、反射してきたり、弾いてきたり、止めてきたり。なんで、そういうのもケアして、できれば3発打てるようにしたい。できれば MP は45にしたい。ということは、45にするためには70しかないんで全体。25になっちゃうじゃないですか。25になってきたら、今度は相手の危ないキネだったり、天国病のケアができないんですね。なんで、そこがネックなんです。それを解消してくれるのがこの MP プラス15なんです。ということは25にこの今プラスした MP15 分を丸々割り振れるので、このロマンスの項目を最初に使ってから両替することによって体力は40、そして MP は45で天国病3発打てる、そういうケアができてるんですね。これをまあ最初にパッて見た時にある程度一瞬でケアしておくことが重要です。そしてこの選択が今回は後々非常に大事になってきます。勝敗に関わってくるような要素になっています。はい、まあ、コブラが来てコブラを使うことも当然視野には入れるんですが、まあコブラで闇属性通って勝てるっていう可能性は、まあ、10% いくかいかないかくらいなんで、はい、で、ここで先ほど言っていたように3発打てる状況プラス危ないキネだったり、まあワンドとかもね、ある程度ケアできてる万全の状態が出来上がりましたと。相手はこれね、とちょっと時間を使って止まっちゃってますね。何してくるんだっていう感じで、でまあ回復から入るとかいう手もあるんですが、やや冗長というか余分すぎる。体力は十分にケアできているので、天国病をしっかりかけに行きます。はい、弾かれましたと。でこれ自分に今かかったんですけど、天国病ルートのもう一つ強いところって、滝とかと違って相手に弾いたりとか跳ね返されたりしても致命傷になりにくいんですね。自分がもしここから天国病かかっちゃったとして、相手にもう一回天国病ってかければいい。つまり相手に2連続跳ね返しされるか、発作の 5% を引いてしまう、 5% かける2回だから、まあ 7% とか 8% を引いてしまうとか、それぐらいのデメリットなんですね。つまりもうデメリットが非常に小さい、割に非常に強力という、まあ、ぶっ壊れコンボです。さあ、ここでハートの貝殻で、相手回復されてしまいますが、もう満体無問題です。MP はちゃんと2発用意しておいたので、またここで弾いてくる。ただ今回は相手が下振れを引いていますね。これ天国病は2回弾いて2回とも失敗する確率は 25% ね。ただまだハートの貝殻があると。でここでさあ困りました。これはなかなかレアケースです。普通はもうここで肩がついていますね。発作が起きて相手を殺すことができているんですが、今回は2連続まあ弾きプラス、弾くは失敗したんですが、2連続ハートの貝殻でリカバリーが効いていたと。クソ手札だったんですが、クソ手札がこっちの取るプランによって神手札に変わった、そんな瞬間ですね。でここから僕が考えていかなければいけないのは、どういったルートで攻めていくかという問題です。ここはまあハートの貝殻で MP プラス10するのか、それともまあちょっとハートの雫で体力を回復してお茶を濁すのか、
まあないとは思いますが、コブラで闇属性キルを狙いに行くのか。いえ、私が考えたのはもう一度天国病をかけるということです。まあ、相手にねケアカードが残ってる可能性はもう限りなく低いんで、とりあえず天国病をかけておいて、でこっちがまた天国病の準備をしてる間も相手は常に 5% のガチャを引き続けなければいけない。もう今回はおそらくこの体力が相手どれだけ回復してもこっちにはあまり関係ないことですから、今回はここはなるべく早く MP プラス10 MP じゃない天国病でなるべく相手に割の悪い勝負させに行くということが重要なのではないかと考えて行動しました。またあすいません、止めちゃって申し訳ない。またここで打った後に体力が37残っているというのもポイントです。これが30を切るようであれば私は打たない方がいいと考えます。なぜなら相手にウルプラス、例えば金のコンボだったり神の盾、神のなんだっけ剣神の剣とかで売られてそのまま致命傷になってしまうので、この細かい部分ですがここにもしっかりと気をつける必要があります。今回は HP37 なんで、相手に例えばそういう高いカードを売りつけられた後でも、今回はリカバリーも効いていますし、売り返したり、まあ売り返すのはあれですけど、まあ、体力を回復したりできるので見てから判断できるんで今回は打ちました。細かくてすみませんね。今回はこんな感じでいきます。そしてここで、はい、ここでちゃんと切りを使うと、間違ってもこの辺の防御カードを切り、今回は切ってはいけません。絶対切りの方がいいです。それは闇属性ケアもそうですし、まあ、ここから回復アイテムでケアも効いていますし、あまり防御をするメリットが少ない。できれば霧の方から行く方がメリットが高いと考えます。はい、でまたここでね 5% ガチャを地味に引かせて割のいい勝負ができるという状況です。まあ、相手はこうやってウルバーニングシールドしてきますが、こっちはまあ全く問題ないと。でここをどうするかが難しいですね。35なんでもいきなり両替して20と15にして、もうそのまま発作天国病でキルを狙いに行くっていう手もあるんですが、まあここで考えたのは、ここから少し粘ったとしてもあまりこちらの勝率が変わらない、今比較的に有利な状況なんで、まあ、少し 2,3 ターン準備しても 2,3 ターン準備してそういう焦点読みのケアだったりとかをしたとしても問題がないんじゃないかと考えたのと、あと相手がまだウルを持っていて、今霧でねこっち見えてないんで、霧で見えてないんで、なんかひたすら打ってくるんじゃないかなっていうところも考えて、僕はHP を10回復してから MP で天国病で、またそれが止められても両替でケアが効いてるっていう状況を作りたかったので、確かハートの雫から入りました。はい、そうですね。おっと、ここでケアカードも来ました。でここでさっき残しておいた防具もしっかりいきますね。こういうところも地味ですがちゃんとケアしておかなければいけないと思います。 HP15 はこれはまああんまり今関係ないんで、はい、でここ細かい話ですが絶対弾いちゃいけませんよ。もし弾いて相手に行ったら、僕が相手であればもうね天国病打つ気満々ですから、誰が見ても分かる状況ですから防具を全部切ってくるんですね。ということは防具を全部切ったら5枚切られたら5枚ドローされる、5枚もドローされたらケアカードね、こういう奇跡を弾くとかのカードを買われてしまう可能性も高くなるんで、ここは絶対に受けましょう。まあ防御を切るっていう手もあるんですが、これ今守備力が4たすなので11、死神の鎌ケアがギリギリできている状況なので、これ以上防御カードを切るのも得策ではないと考えます。なのでここはまあしっかり HP30 の焦点弓ラインとかも守れているんで、普通に攻撃を受ける方が期待値が高いんじゃないかなと思います。で相手はたまらず買ってきますが、まあ、このカード以外であれば勝ちでしたね。ファイナル牙を買われて、で、まあ、天国病ガチャも相手に引かせて、で、最後攻撃して、これは取ったんじゃないかな。はい、通りました。という。まあ、若干ね、相手も序盤の2連弾きが失敗したりとか、不運な部分もあったとは思いますが、しっかりケアされた後でも一番期待値の高い選択をしていくということができた試合なんじゃないかと思います。意外とね、こういうイージーウィンに見えたとしても、環境が整った時こそ、なるべくその価値をね、取りこぼさないように立ち回ることが必要だと思いました。ということで、今回はこんな感じで、どうでしたか説明。またよかったら、感想とかをコメントに書いていただけると幸いですし、高評価、チャンネル登録の方もお待ちしています。ということで、ゴッドフィールドボットでした。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。